はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。ということで、もう早速開けます。おー、ちっちゃい。やっぱね。これだと思った。はい、ということで、セーラームーンですね。ちょっと取り出してみます。よいしょ。はい。価格はですね、こちらですね。価格は4536円税込みということで、美少女戦士セーラームーン R ミラクルロマンスシャイニングムーンパウダープレミアムということで、すごいカタカナが多い名前ですね。はい、パッケージはこのようになってます。うわ、すげえ。もう女の子って感じですね。女の子がもらったら超嬉しいやつですね、これ。はい、販売名シャイニングムーンパウダー、フェイスパウダーということで、まあ、あれですね。なんか本当に化粧品みたいな感じで、全成分って書いてあります。まあ化粧品ですからね、こちらは。はい。うるつやふんわり肌に強くかりんにメイクアップ。シャイニングパウダーが肌にツヤ感を与え、ワントーン明るい肌に仕上げますということで、パッパッとするみたいですね。はい。すごいなぁ、これメイドインジャパン。すごいですね。ミラクルロマンスかな、これは。書いてあるのかな。すげえ。ちょっとでは開けてみましょう。それでは開けていきます。お！ムーンクリスタルパワーメイクアップって書いてありますね。すごい。それでは見ていきましょう。おお！これは包まれてるから意外とわかりづらいけども、あとはないですね。はい。ということでちょっと閉じていきますか。こちらです。内容物。うわ、結構熱い。初めて触った。なんか本物っぽいやつ。おお、すごい。これはすごすぎる。いや、ちゃんとこちらに書いてあるというね。ナリス化粧品、メイドインジャパン、販売名、化粧品ですからね。何度も言いますけど。すごすぎるな、これ。で、以前紹介した、モコモコ制服ルームウェアについてたやつも同じやつですね。これです。比べるとこんな感じ。やっぱ全然違いますね。すげえ。ではちょっと開けてみましょう。ここのボタンをポチッと押すと今、カチッとなりました。おー！すげー撮ってる俺が見える。てけー、てってけー、みたいな。すごい。すごすぎる。そしてこれか。おー！すげー！めっちゃすげー、マジで。いや、僕が使うわけじゃないですよ。いや、これはすごいな。ちょっとライトでちょっと照らしてみますか。はい、得意なやつですね。iPhone で照らしてみましょうか。すごいな。いや、きらめきが半端ないですね。これ。やば。すげえ綺麗。もうこの白の手袋してると、もうツルツルしすぎて、落としちゃいそうです。本当に。ツルツルです。すごいなぁ。中も、本当にすごい。結構硬いですね。ちゃんとやっぱ、そんなパカパカいかないように、ここは結構硬めになってます。すげぇ、マジでこれ、おしゃれにメイクアップどこじゃないな、これ。すごい。はい。ということでね、ちょっとね、セーラームーン R と言われても僕はな、ちょっと何かわかんないので、まあ、これか、20周年、セーラームーン。クリスタルって今なんかやってるんですよね。多分。その関係だと思いますけども、今日ご紹介したのはミラクルロマンスシャイニングムーンパウダープレミアムということでこちらでした。すごい。もうちょっとプレミアムバンダイではね、予約終了しちゃってて、2時だったのかな、僕の2時というか、いろんなところで結構販売してるみたいです。やっぱり化粧品ですのでね、何回も欲しいっていう方も多分いらっしゃると思うんですけども、まあでも使い終わったらね、この側だけでも全然取っとけますし、すごいですからね。はい。ということで、女性の皆さん必見でございました。チャンネル登録、評価の方もお願いします。では、また明日。